冒険ファンタジーマジックツリーハウス映画の公開を記念しまして、この映画の楽しみ方を語っていただく素敵なゲストの方をこのステージにお招きしたいと思います。神田うのさんです。大きな拍手をお願いいたします。皆様こんにちは、神田うのです。うのさんといえば、はい、昨年10月に、うん、女の子をご出産されたということで、おめでとうございます。ありがとうございます。母乳とかこう自分が飲ませるようになると思いませんでしたけど、うん、なんと完全母乳で、そうですか、すごい出がいいの。業界用語的には完母っていうらしいですね。なんかね、完全母乳、完母、完全母乳、完母っていうらしいんですけど、だから今日も来る前におっぱい飲ませて、はい、でそれで今お着物着る前に搾乳して。そうですか、はい、その育児とその美を保つことってなかなか両立って難しいと思うんです。そのお仕事とのまた兼ね合いもあって、まあ、全て完璧にしなくていいと思うんですよね、だからその例えば美を保つも何も、うん、もうそんなのはそこそこでいいんです。そうですか、はい、そうです。そんな完璧に保とうなんていうのは、うん、やっぱりプライオリティのがの順番がやっぱこう下がってきますし、うん、やっぱり子供一番で娘が一番で全部娘中心の生活、うん、でもこのマジックツリーハウスもね、今まさにまだ生まれたばっかりの赤ちゃんですけども、はい、見せたい。一昨日一緒に見たんですけど、おっぱいあげながらずっと一緒に見てたの。それで、あ、この子がもうちょっと大きくなったら見せられるな、あ、まず本を読んで聞かそうかなとか、最初にこの映画を見せちゃうかなとか、もう見ながら、あ、これも絶対に教育にいい、教育上なんかすごく楽しい冒険ファンタジーで、ミスターマリックさんです。皆さんおめでとうございます。魔法使いがやってきましたよ、ね、新年早々。本日はマジックツリーハウスならぬマリックツリーハウスということで、はい、マリックさんにここで素晴らしい超魔術を、あ、もうぜひ皆さん拍手見せていただこうと思っておりますけれども、まずこのお札を、ね、壺が割れたようにちょっとビリビリと破壊しましょう。え、バチ当たりました。ごめんなさい、やぶ、じゃあ本当に、はい、音拾うかな、あら、聞こえました、はい、おりましたね。ティッシュの中に包みますよ、包みましたね、はい、え、うわー、来た。それではゆっくり開いて皆さんに見せてください。開きます。どうぞ。ほら、過去の、あら、ね、破いたところから未来へやってきましたよ。戻ってます。戻ってる。大きな拍手お願いします。皆さんもそういう本の世界に全員ね、お連れしようと思います、うん、行ってみたい人、行ってみたいよね。あ、いいですよ、触ってください。はい、ハンド、じゃあ、あります。うわ、触った。わー、なんか、来た。これちょっとチャプター2が、うわ、よし、大丈夫ですね。大丈夫そうですね。大丈夫ですね。まさに恐竜まで手なずけてしまうとは。いい鳥。神田さんに大きな拍手お願いします。すごいな。兄弟の物語ですけど。あ、それ思いましたね。やっぱり兄弟の物語で、この兄弟で力を合わせてこの冒険に立ち向かっていくとか、まあ、そういうストーリーだったので、やっぱりボノちゃんに弟か妹かいつか作ってあげたいなって、この映画を見てさらにそう思いました。19キロ太ったんですけど、バーッと11キロ落ちて、今プラス8ぐらい、7、8ぐらいですかね。ゆっくりと、母乳なのであんま一気にダイエットするつもりもないですし、でも今でも5号だったお洋服のサイズが今7トンで9なんですね。でも11ではもうなくなったので、徐々に。でトレーニングもようやく始めましたから、まあ多分きっと徐々に戻っていくかな。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。